ってみようかなと思っていて、どこでもパーティーっていうアプリを使って、ね、究極の選択ゲーム、押す、押さない、マジョリティパーティーっていう、イエーイ、これはね、どんなゲームかっていうと、勝負を決めるのはみんなの価値観、多数派を目指すパーティーゲーム、うん、皆さんの目の前には究極の選択ボタンが置かれます。これは、はい、まあ、嬉しいことと嫌なことが同時に起きるボタンなんですけど、このボタンを押すか押さないかで、どちらの意見が多数派になるかを推理していくっていう、そんなゲームなんで、私たちのね、価値観、まあ、考え方が分かっちゃうっていうね、そんなゲームでやっていこうか、せっかくですし、やってこい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 よ、はい、カプディが、そうですね、はい、今カプちゃんが究極の選択ボタンを選んでます。これでいきます。このボタンを押すと5000円以下のものがタダで買えるようになります。しかし5000円以上のものが買えなくなります。押すか押さないか。おー、いや、これだ、スタバ飲み放題ってこと？カプちゃんどっち選んだのかな。これはさ、だってあれでしょ、もう本当だって5000円以上のものが買えなくなるなんてね、そんなことしたらもう何も買えないじゃん。買ってもらえばいいじゃん。あ、うん、あ、ね、そっか、買ってもらうってありなの、カプちゃん。まあそうです、自分が押した場合だから周りは押してないからあり、うんうん、はいはいはい、押してない人に買ってもらえばいいってことか。そうですね、だからあれでしょ、毎日尊い投げる代わりに、あの、時々アホももらえばいいって感じでしょ。尊いは打ち放題ですよ、これは。確かに、そう、そう、尊いが打ち放題になる、ね、けど、アホもが打てなくなるってことだよね。だって自分で買えなくなっちゃう、5000以上のものってだいぶ多くない？でもまあ、まあ、日常生活にはね、普通に日常には困らないけど、でもほら、ウィンウィンができるんだよ。例えば私5000円分のものを何個も何個も買ってあげるから、トータルであなたはね、うんうん、20万のものを私に買ってよねって。うんうん、はい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 、そういう性善説に基づく話しちゃう？性善説って相手を、そう、信じ、それは信じすぎじゃない？そんな信じていいの？だって自分がこうやってさ、5000円以上のものを何十個も、何十個も、まあ、ただだから買ってあげるよって渡してあげて、向こうは何もリターンないかもしれないよ。え、怖い。そういう、そういうことを想像しない。だって、でも、ただでしょ？あ、ただただただ。うん、信じるも信じないも別に、5000、あの、ただで売ってる、あの、まあ、打ち放題なんだから、別に万が一バッグがなくても自分に不利益ない。まあ、こっちがただって言わなければいいんですよ。そうそうそう。自分が例えば、はあ、すごい、このゲーム、最近のゲームだって高いよ、最近のゲームだって5000以下のものなんてまあないで、買ってもらえばいい。買ってくれるって、お前らの中では、お前らの中では全部買ってもらう前提になる。多数派は女の子ってことかな、ね、今回は。買ってって言えばいいんだもんね。じゃあ、ね、買ってって、あ、ね、そっか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 。ジェンディーさん、お願い。ね、お願い、ジェンディーさん。ジェンディーさん、お願い。ジェンディーは、しょうが、じゃあもう、じゃあ、その前、仮想からやれたぞ、お前ら、5000円以下のもの、なんでもいい。プレゼントしよう。誰が今、ちょろすぎるって言ったの？やめろ、やめろ。やばいやばいやばい。